皆さんこんにちは、ツコミゴールドです。まあ昨日の夜に日本に着いて、これからもこの素敵な車で荷物とか、これからこの素敵なバンで、この素敵な車で荷物を運んで、新しい家に引っ越したいと思います。そしてもうチカさんはね、いつも素敵なところを旅して、いつもなんかおしゃれなところに泊まって、すごいおしゃれな動画いつも撮ってるわけだから、僕も今日の引っ越しはちょっとね、同じ風におしゃれに撮れたらいいなと思います。だから今日はおしゃれで行こうぜ。もう早くしろよお前、もう寝坊するからこうなるんだよ。もう荷物全部俺自分で積んだからね。じゃあ皆さん、これから新しい住むところに向かっていきましょう。天気クソ悪いな。もうこのどん田舎もう行く。じゃあ皆さん参りましょう。じゃあ皆さん、これからこの素敵な車で、このおしゃれな道路を通って新しい住まいに向かっていきたいと思います。前の人遅えな、もう早く走ってよババ。みんなこの素敵な旅ご一緒にどうですか。まあ30分ほど運転して、もういろんな素敵でおしゃれな風景見れたんで、もうすごく嬉しい。もう本当にゴッタン日本に来たね。ゴッタン日本だよ、ゴッタンだ、ゴッタン日本だよ。入っちゃったよ。今日から俺の縄張り。皆さん、おしゃれな板橋区に着きました。今日からゴードが住むところはここです。まあ60年代の素敵な歴史のあるところなんで、ちょっと部屋まだ見たことないから、ちょっと家に入ってこれから住むとこ始めてみたいと思います。行こうぜ。この素敵な歴史のある階段です。まあいいんじゃない、いいんじゃない。写真見たけど、実際どんな感じやろ。60年代めっちゃ60年代の色、この緑。あ、でもいい感じ、広い。左にトイレ、これもね、ここも物入れるね、入れられるね。あ、これあれか、洗濯機、これキッチン。おお、なかなか広いな。でも天井届いちゃうわよ。広いな。この色、なんか、あ、この色昔本当に流行ってたもんね。あ、結構荷物入る。いいんじゃない、いいんじゃない。今日からこれはゴードが住むところです。だからみんなもう毎日遊びに来てほしい。もう朝の9時から夜の9時までみんなね、10万人も来てここで遊ぶよ。広いからみんな入るよ。うん、てか何これ、何これ、これ物置、これビールを置くとこ。じゃあ皆さん、もう家具とかなんか冷蔵庫とか洗濯機とかいろいろ買うのは大変だったけど、まあ今日は今日の一泊ぐらいは生き延びれるような家具は揃えました。
で明日はあのソファとかもう買いたいと思ってるし、でもとりあえず今日はもうこの板橋区に来て合同これから住むところに入ってきたんで、それは乾杯したいと思います。だからもうこのおしゃれな動画の終わりでちょっとビール一気飲みしたいと思います。おしゃれにね。いや俺絶対引き飲みできないけど。じゃあこれから日本での生活、そしてこれからの家、そしてこれからここであの動画撮るし、それ全て含めて乾杯したいと思います。じゃあみんな乾杯。ああおしゃれな味。